宗形直美は日本出身のブラジルの指揮者。彼女はサンパウロ州立公共楽団合唱部の設立当初から指揮に携わっている。その後はサンパウロ市立合唱団主席指揮者を務めていた。2020年3月26日に新型コロナウイルス感染症が原因で死去した。ケンブリッジ版合唱音楽筆記によると合唱音楽を力づけることに貢献した。 南米の合唱指揮者の一人であるという、広島県出身。父、村方元は、元日本海軍将尉、特殊専攻抵抗領官庁。戦後は、日本キリスト教神学専門学校に入学し、牧師になった人物である。1957年、ブラジルに宣教師として赴任した父に連れられて移住。 4歳の頃からピアノを習い始め、ついで父の影響で7歳の頃から合唱を始めた。バイオリンとハープも学び、サンパウロ私立音楽学校音楽学部では作曲と指揮を専攻した。彼女はエレアザール・デカルバーリョ、ヒューロス、セルジョ・マグナーに、ジョン・ネシュリング、ハンス・ヨアヒム・ムケルロイターに指示している。その後、美帝財団から奨学金を得て、スウェーデンで、 エリック・エリクソンに支持した。また、1986年に日本政府から奨学金を得て東京音楽大学に留学している。サンパウロ芸術評論家協会からはベスト合唱指揮者賞を受賞した。その後、サンパウロ音楽院の校長、州立公共楽団合唱部指揮者を呼び芸術監督を務めた。 特に州立公共学団合唱部は1995年の設立当初から2001年のオセップ合唱団解明などを経て2013年まで指揮者として活動した。2014年、州立公共学団合唱部の名誉指揮者となる。同年よりサンパウロ市立合唱団主席指揮者を務める傍らカルチュラ FM のラジオ番組も持っていた。2003年、日本人、 住九95周年を記念し、中田義直作曲女性合唱組曲、蝶を披露したほか、2016年に、サンパウロ私立合唱団のモザイコインテルナショナル演奏会シリーズに、日本とブラジルの友情をテーマとして取り上げ、日本の歌唱曲を紹介するなど、日本文化紹介に貢献している。また、2011年の東日本大震災の際には、震災支援コンサートを開催した。 その功績により、2017年に日本国際外交官表彰を受けている。2020年3月16日に体調不良を訴えて、サンパウロ市のオズワルドクルス病院に入院。19日に新型コロナウイルス陽性と申告された。コロナ発症後はそのまま回復することなく、26日正午ごろ死去した64歳没。ありがとうございます。